さあここからはニュースジャンクションです。釣り業界の最新ニュースや釣りを楽しむ上で知っておいた方がいいルールやマナーを紹介していきます。さあ今回はこの方にお越しいただきました。第三管区海上保安本部安全対策課の粟田雅人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しています。ご無沙汰してます。さあ今回お越しいただいたのはどんなお話を聞かせてくれるんでしょうか。はい、これから多くなる事故の話と今年今発生している事故の状況をお話しして、その注意点をお伝えしたいと思います。夏の水辺の事故ってどのぐらい増えているんでしょうか。過去5年間の第三管区内で起きているマリンレジャーにおける事故の発生状況なんですけど もう7月8月ダントツに多くなってます。そうですね、やっぱり7、8、9月と海に行く人が増える、はい、もう比例して増えるってことなんですね、事故がっていうところで、この7月8月どんな事故が増えているのかって言ったのがこちらの円グラフになります。やはり遊泳中がもうほぼ半分、はい、圧倒的に遊泳中の事故が多くて、その中で遊泳中の中で一番多いのは溺水。これってのはその溺れたってなってライフセーバーの方に助けてもらったっていう数も入ってるんですか。これは入ってないんです。これ入ってない。入ってない。なので、大体海水浴場以外で遊泳してて溺れちゃったっていう人の数になります。そうか、これはちょっと啓蒙しないといけないぐらい多いわけですね。そうですね、うん、注意しましょう。ということは遊泳禁止のところでは泳がないっていうのがやっぱ大事なことなんですね。はい、はい、その通りです。なるほどな、やっぱルールマナーしっかり守っていればこの事故はなかったかもしれないということなんですね。はい、これは逆に今年どんな事故が起きているか、1月から5月までの状況なんですけども、これは圧倒的に釣り中が多いと。で、その事故の内容別で見ても海中転落が多い。釣り人の事故が増えているところですね。はい、第三管区内では釣りの事故と海中転落が少しちょっと多いっていう状況になっております。これは釣り中だけの事故をまとめたグラフなんですけども、釣りで一番多いのは圧倒的に海中転落。防波堤で釣りしてて落ちたりするとなかなか上がってこれないですし、立ち入り禁止場所なんていうと誰にも気づかれなかったり。そうか、それはもう本当気をつけなきゃいけないですね。はい、まあ、ルールマナー守っていればこういうことも防げたかもしれないところですよ。はい、そうです。でこの機関不能っていうのはその流されちゃったってこと。流されちゃったって、あとは潮の緩慢の差で釣りしてる時は行けたんですけども、釣り夢中になってて潮が上がって孤立しちゃったっていう。なるほど、はい、あとは溺水、やっぱ溺れちゃうっていうことがあるわけですね。まあ事故にあったらね、それまで楽しかった釣りがもう残念な思い出になってしまいますから、なるべくね防ぎたいところなんですけど、事故防ぐためのポイントを教えてください。はい、まず一つ目がライフジャケットを着用する、うん、で二つ目が立ち入り禁止区域には絶対に入らない、はい、で三つ目です、天気予報や体調を考慮して無理をしない、で4つ目です、釣りに行くときは第三者にしっかり伝えて単独行動を控える。なるほど、この4つです。この最後の第三者へ釣りの計画伝えるっていうのはどういう意味合いがあるんですか。これは自分が釣りに行くとき誰かに伝えていれば、万が一例えば海中転落にあって帰ってこれなかったっていう場合に、うちの人帰ってきてないよとかいうところでこう通報してくれたり、あ、そうか、っていうところで発見につながるっていうところがあります。じゃあこの最初に書いてるライフジャケットを着用するっていうところなんですけど、もう特にこれ赤い文字で書いてありますから、これ大事なポイントなんですね。はい、そうですね、正しい着用の仕方っていうのがあるようなんですね。はい、これはレジャー用なんで、どんなマリンレジャーにもこう使う一般的なライフジャケットです。はい、で一番最初着る前にまず全部、こうチャックを外してバンドを全部緩めます。ほう、誰かがこう着てるとこうやってこう誰かのサイズになっていたりするので、全部自分の体に合わせるために全部バンドを緩めます。はい、でこういう状態にゆるゆるにした状態にします。はい、それから着用します。こうですね、じゃあこう前止めますね。はい、一番最初に前のチャックを締める。はい、でこれからこう締めていくんですけども、締める順番は下から上へっていうのが正しい順番です。下から上へ、
でまず最初腰ベルトを締めます。あ、ありますね、うん、で腰ベルトのバンドを締めます、はい、ここ両方ですね、はい、両方グッとグッとやります、はいはい、結構きついね。で次に脇、はい、脇ベルトです。ここですね、ここをギュッとやって、はい、でここもこれです、はい、ギュッとやります、はい、でその後肩、もうすでに結構フィットしてますよ。グッとグッとやります。で今ね結構きついんですよ。でこんだけでもう体にこう指すら入らないぐらいこうフィットしてます。そうですね、これが正しい着用方法になります。へえ、そうなんだ、はい、あのそうですね、皆さんこんぐらいきつくしてください。どんぐらいきつくって分かんないと思うけども、かなりフィットしてます、はい、へえ、これ正しく着用した状態で、どうゆるゆると違うのかっていう VTR があるんですよね、はい、見てみましょう。ご覧ください。あ、この波のプール、海上保安庁にあるプールですね。そうです。でこれは今皆さんライフジャケットは正しく着ている状態で波と風を起こして、浮かんでいるっていう状態です。しっかり頭、顔が上に出てますね、肩までしっかりこう確保されてて呼吸ができているっていう状態ですね。なるほど。そして一方こちらが正しく着用していない状態で、波風を受けている映像です。あ、これやっぱあのライフジャケット皆さん肩の上までズボッとこう浮いちゃってますね。浮いちゃって顔がもうジャバ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 使って息苦しそうですよね。あ、本当だ、これをねもし漂流してしまった時に、いつ助かるか分かんない状態でこれになると心折れてしまいますね、はいはい、そうですね。アーツさん、事故防止のための合言葉があるんですよね、はい、あります。我々第三管区の職員で考えた合言葉なんですけども、まず一つ目が離岸風、沖に流され帰れない。風が、はい、どんどん沖へ向かう風が流されることある、それに注意してくださいっていうメッセージを込めて作りました。2つ目は、はい、2つ目は一発大波に注意。一発大波って何ですか？一発大波っていうのは1000回に1回大きな波が来るっていう現象なんですけども、はい、これはもう釣り人の海中転落を気をつけてくださいっていうメッセージを込めて作った合言葉です。さあ、そして最後3つ目、はい、点検整備して後悔しないで後悔いいですね、点検整備して後悔しないで後悔、はい、これね漢字がミソですね。これはプレジャーボートの機関故障が多いので、それの事故防止に向けて作った合言葉です。私は小型船舶の免許を取った時に点検整備の項目でおでがばって習ったんですよ。おでがば、オイル、電気、ガソリン、バッテリーは航行前に必ずチェックしろということを学びましたね、はい。これは僕も未だに覚えてるから、やっぱりこう大事なことなんだなっていうことでね、僕も気をつけたいと思います、はい、でこういった注意すべきルールやマナー、作法ですね、こういうのをチェックできるホームページがあるんですよね、はい、我々は海上保安庁が出している総合情報サイトでウォーターセーフティーガイドというものがあります。そこにさまざまないろんな釣りもサップもいろんな遊泳中もいろんなレジャーを楽しまれる方にこう発信しているサイトがありますので、それをぜひご活用ください。ウォーターセーフティーガイド、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。じゃあね、これを守ったらこの夏安全に海のレジャー楽しめるってことですね、はい、うん、よろしくお願いします。アータさん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。